それなりの夢を持ち、それなりに恋をして、幸せと感じることもある。それなりの人生に満足をしてた。それなりの日常がずっと続くって思ってた。その時突然降り注いだ一史上最悪の時間、生きることも辛くなった時間。目の前が暗くて見えなくて活力を失った時、大丈夫って大丈夫ですかって、その一つの声が光に変わるから。同じ境遇遭遇立場も関係なくて、見ず知らずの僕と僕らとみんなは一緒なんだよ。同じ苦しく悲しく辛くても、恐怖があっても、みんなで手をつなげば明日が見えるからさ。だから